懐かしい、この懐かしくないんだよ、俺らがやり始めたぐらい。パソコン置くっていうスタイルはなかったもんね、昔。まあ前はね、主流になってきて、うん、よかったなっていう気持ちなんだけど、逆に俺らがやんなくなるのは違うと思ったわけよ。なるほどね、うん、ちゃんとやろう。はいはい、どうもー、水溜りボンドです。お願いします。毎日頑張っていきましょうということで、はい、頑張っていきましょう。はい、今日も久しぶりのね、はい、もうこういうスタイル。なんか響きが、あ、え、すごくない、なんで、ん、なんか、あ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 、響いてない、あ、この辺りにこいつを置いとけば、まあいいや、このまま行こうか。はい、ということでね。はい、ということで、あ、響いてるな。めっちゃ感動したのがあって、最近、うんうん、まあ、しっかりは見てないんだけどね、ドラえもんの最終回。こんな反響して大丈夫、こんな反響してるっけ。いや、ファンファンファン、あ、もうすごいよ、あ、いや、すごい、あ、何、あ、変な響き方だよね。うん、あーん、なん急に急に無言で携帯いじり始める。いや、これすごいこと言っていい、うん、俺なんか、ちょっとごめんね、うん、企画次の撮ろうとしてんのに、なんか音響くとこに幽霊いるらしいよ。やば、あーらしいよ、ほんとに。ちょっと一回やめる、この企画一回やめて、こっちの企画戻すって言った。戻すか、マジですっごい響いてんね、急に。ホテルとか行った時に、うん、あの、バンバンってやるのよ、みんな、うんうん、みんなっていうか、聞いた話で、うん、で、なんでこれをやるかっていうと、響かなかったら幽霊がいないってことだから。あ、響いたら、いると。いや、すごくない、今、あー、マジでやばいんだよ、あー、あ、これ、おかしいんだよ、うん、しかも、急にだからね。幽霊写真の動画が撮り終わって、毎日1本だとしても、これは後の部分、そう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 、次の撮ろうかって言ったら、あの、古くからその神社とかに入る時に、まあ、手を叩くんですよね。そういうものとして、あー、なるほど、あ、いや、本当に響くわ、どんどん強くなってるとすら思うわ。本当に何にも置いたいからね、うん、なんかわざと響く下りやってるわけでもないし、あ、あ、ん、何の急に動画撮れないじゃんね。やめろよ、映っちゃうかもしれないじゃん。ねえ、